はい、くっちょ。はい、今日はですね、超一流プロが盆栽を見た時にどんな風に考えてどう作ろうとするかっていう、そういうことをやりたいなと思ってまして、はい、まだ許可は取ってません、YouTube の、はい、明日、見てもらえるかどうかっていうところなんですけども、どうなったんですか？国風盆栽展、はいはい、ここから木曜日から開催するんですけど、上野グリーンクラブで当時園も売店を毎年出してます。でそこに、まあ、販売員としてここの当時園の師範の先生でプロになられた小林先生と、うん、それから、お弟子さんですね、鈴木真嗣さんと同時期にですね、住み込みでお弟子さん、されていた高橋さんという、はい、超一流のお二人が明日朝来られます。今日ですね、実は前乗りということで、うん、今日はだから4日だっていうことを証明しないといけないんですよね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？あとじゃないよっていう。証明しない。ちょっと2月4日13時です。はい、毎回。私が前乗りでですね、自分の構想をこうしたらいいなということを話をして、うん、明日ですね、2月5日先生お二人にこれ見ていただいて、まあそれで先生方プロの方はどこを見てどう作るのか。そこにまあギャップが生まれた時に、まあその自分としての勉強もできるし、プロの見方っていうのは非常に参考になるんで。なるほど。去年もやりましたね、確かに。やりましたよね。動画になったか分かんないけど。なかなか、ね、出ていただけないんですよ。だから、ね、明日了解もらえるかどうかちょっと分かんないんですけど。でも尊敬する。尊敬するお二人なんですね。はい、これはですね、糸魚川の方が持っていた心拍なので、まあ山木のいわゆる継いでない正木っていうんですかね、になります。現在はですね、今こちら映ってるところが正面、ここが頭で差し枝があって裏枝があって、はい、で G もこうなってますんで、横から見て分かると思うんですけど前傾姿勢になってる。そうですね、ですね。私も最初ここを見て、あ、ここがいいなと思って、うん、まあ購入したんですけど、今ですねちょっと気になるのがここら辺がちょっと単調だなって見えるんですよね。盆栽作る上ではこれが今非常に作りやすいんです。実はこれで、そうですね、もうほぼ大体形が前の方が多分針金かけてたのでこちらを正面にして作ってるんですけど、やっぱりいいところを見せたいと思ってですね、ぐるっとこう回すとですね、ここら辺面白くないですかね。もう色になってるようなところと、はい、ここですね、この板の、確かに、ここが見たいな、まあ、見せたいなと。この辺のね動きも面白いんですよね。でただし頭は反ってるし天神も向こう行っちゃってるしと、ね、いうことでちょっとこんな感じでですねちょっと起こしてっていうのはこれを少しでもこう前に持ってきたいんで起こして、で正面はねここら辺より少しこっちでもいいと思うんですけど、なるほど、この辺の枝をどかしてですね、こことここら辺のところを全体見せたいなという構想でいます。でさらに言うとここに鉄棒を買ってですね、もっとこれをこう手前に引っ張ってくる、陣を天神がすぐまだちょっと逃げてるんですね、はい、天神の動きが一番ここら辺が動きがね大きいんで、はい、まあここら辺がいいかもしれないですね。今ここら辺の正面が、うん、で挿し枝はですね、まずこのちっちゃいやつは取っちゃう、このちっちゃいやつですね、まあいい枝なんですけど挿し枝としてはちょっとここら辺にあるんで取っちゃうと。で後方はですねこの2つあるんですけど、はい、ちょっとねこれ太いんですよね、太くてまっすぐなっちゃってる。本当は位置的にはこれがいいんですけど、ここを正面した場合はこれがなり得るかなと。なんか、ええ、結構やろうとしてますね。やります結構やりますね。やる気だからちょっとドキドキしちゃう、ドキドキしちゃいますけど、取って安全に作るんだったら これですね。でここに、1つ2つ3つでこれはね取っちゃうと思います、はい、これはおまけで あってもいいんですけど低すぎちゃうと思うんで、うん、まあ、とりあえずつけといてもやがて取っちゃうと思うんですけど、この辺で差し枝作るのがまあ、自然なんですね、はい、これとこれを取っちゃうっていうのがあるんですけど、いかんせんここはちょっとまっすぐで太いと、下手するとこの芯よりも太いですからね、うん、そうなるとこれを、まあ、差し枝としてやっていこうかなと。まあ2段ぐらいにできると思うんで、そういうような感じで今イメージをしています。はい、であとは幹は見せなきゃいけないんで、この枝は そっち側に振るという感じですね。裏がですねここにちっちゃいのがあるんですけど、あんまり出がこう還暦になっちゃってるんで差し枝とですね、なんでこれも取っちゃって、ごめんなさい、下ろしてくるんですね、ええ、頭を。そうでね、これで作ろうかなと思って、これであそっち、うん、そうするとこれひねんなきゃいけないんですよ、そうですね、ぐーっと、うん、ぐーっと時計回りにひねっていって、これでこれは、とりあえずおまけでつけといてもいいんですけど、裏枝の役目としてはこれですね。
なるほど、はいはい、頭もこのまま作ろうとすればこれで頭を作ってこれでいいんですけど、せっかくこれねじってきますから、この枝の方が太いんですよね、この枝もここが、そうすると本来これが芯になるんで、ねじってうまくこれが後ろに行けばこれが前に行くんじゃないかな、なるほど、そうするとこれが頭にできれば理想的で、この辺でちょこっと作って、これもまあ裏を少し作ってというようなことが、あの私の構想です。なるほど。はい、いうことで、まあここら辺はね、大した話じゃなくて、まず正面どうだろうねっていうところで正しいかどうかですね。そこら辺の話をちょっと聞いてみて、で多分いろんな話が先生方されると思うんで、はい、これがこうだからこうするんだよとかって、これはダメだよって、そこら辺のアドバイスをもういい悪いがはっきり。されると思うんで、一緒に勉強していきましょうと。なるほど。はい、いう感じでやりたいと思います。うん。ちょっと楽しみですね。楽しみですね。はい、ちょっとこれね、スギッパになってたんで、放置してたんですけど、まあやるならね、冬のうちなんで、まあ少なくとも枝いらない枝切って、はい、粗掛けぐらいはね、なんかイメージして作りたいなというふうに思ってますね。わかりました。どうなることやら。じゃあ、はい、明日に。明日また楽しみにしてます。はい。はい、先生よろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日は広島の福山の方、福山ですよね。はい、高橋さん、はい、ここの東寺園の、お弟子さんで、鈴木真二さんの兄弟子ということですね。はい、同時期に寝泊まりされていて、はい、ということで、多分いろいろ面白いエピソードをお持ちなんだと思うんですけど。ぜひ聞きたいですね。言えない。いや、もう、はい。言えないですかね。鈴木さんからいろいろ聞いてますけど。はい、まあまあ、それで、なんか、盆栽園のご紹介。いや、福山で、まあ、小白類が多いんですけど、山陽盆栽いうのを経営してます。はい、インターがすぐそばだって、インターから5分ですね、福山東インターから。福山っていうのが広島、広島県の福山、福山、ええ、早速そうだということで、盆栽の本当心拍今日の題材なんですけど、はい、これを持ってきました。で、私はほとんども何もしてない、手つかず、正直ちょっとこうしようかなああしようかなって悩んでるんですけども、一応私なりの構想っていうのは、あると、そこを、踏まえて、ですね、はい、どんな風に作られるのかなっていうのをちょっと、お聞きしたいなと思いまして。これのいいところはこう細幹でね、いくらか曲があって、この天神ですよね。この天神を生かすように木作りをした方がいいと思う、はいはい、だから天神を生かすには頭がこう、今これが頭いう感じになってるけど、はい、頭を低くした方がいいですね。 あとこの幹に天神にこう近づけるようにね、はいはいはい、あとそれはとこの水吸いが太いんですよ、細幹の割には。あの水吸いを細くしてやらないと。頭を低くっていうのは、頭を低くした方がこれではより強調されるという、この天神がそうです、強調されますね。頭を低くする、揃っ、はいはい、ちゃってるってことですね。だからこっから上はもういらないと思うんですよ、なるほど。これでこれをまた頭のこっち、はいはい、あの幹に近づけてね、ここもいらないですね、この細いから別れの、うん、はいはい、それとこの落ち枝ですね、これを幹に近づけて、なるほどね、うん、頭はどうですか、頭はこれに、これに立て替えて、これでどっかでこう立て替えて、はい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 、これを取ってこれももう陣にしちゃって、あ、なるほど、うん、正面はじゃあこちらです。正面はここら辺がいいんじゃないですかね。ここ、はい、それはここがこう丸く見えないようにということですか。この曲が、ここへ曲が一番動きがあると思うんですよ。だからここももう削って水水をこう細く持ってきて、はいはい、あとここの裏のところですね、はいはい、これも削って細く持っていけば水水が細くなってね、はいはい、より一層こう細幹が強調されますよね、はい、これは差し枝で生きとく、あ、そうですね、はい、唯一の寄せるわけですね、こう寄せて先で外へこう出すよ、はいはいはい、だから少しこっちで見れば、はい、ここの板幹が見えてきますから、そうです、見えてきますね、ここ削ってこれはもうシャリにしてやれば ね、いいですね。水水を細くする、ね、そうで細く。最初に見るところはどこにですか。そうですね、パッと見た時に、パッと見た時にはこの細幹の曲ですよね、これとこの天神を
いかに生かすかいうことですね、この木は。そこがこの木のいいところ。そうです、いいところです、はい、なるほど、わかりました。ちょっとそれを生かすにはこの、はい、頭が天神と同じ高さでしょう、大体、はいはい、天神を生かすような頭の作りをしていかない、はいはいはい、最初に言い忘れたんですけど、はい、私の構想と違ったらものすごい恥かくんじゃないかって思ってたんですけど、でもね、シグマさんの構想がちょっと変えすぎじゃないですか、はい、うん、あの木を照らったことをちょっと私考えちゃったんで、結構対策っていう感じのやつなんですよね。ちょっとじゃあちょっといいですか、はい、作ったらどうかなと、はい、いう構想あったんですね、はい。でそしたら今度逆にその場合は何が問題とかあります？やっぱりここの右が向こうへもうまだ逃げてますよね。はい、これぐらい起こしてもちょっとまだ、はい、まだ、うん、あとこれが単調になっちゃいますかね。そうですね、なるほど、そうか、そこら辺がどうか変わりましたね、なるほど、そうなんですよ。やっぱりここが気になってて、まっすぐが、はい、そうですね、細くするんであれば、こう起こせばね、ここが今度はまっすぐに見えてくるんですよね、起こしすぎると、はいはいはい、だから植え付け角度はそんなには起こさなくていいと思うんですよ、ここが今度は出てくるんですね、はい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 、そうすると、はい、小さい鉢に浅い鉢に今度は収まらなくなってくると思うんですよ。植え付けはもうこのままでいいと思うんですよ。ままで、うん、はい、だからここのところを細くしてこの板幹をもっと幅広く見せる方がいいと思うんですよ。どっちも削れるでしょう。こっち側も削って、こっち側も削ってやるわ。そうですね、はい、で鉄則としてはこの水水は足元は見せなきゃいけない。そうです、そうです、これが大抵吸ってる、そういうことですね、一番吸ってる、そういうことですね。これだけ残してできるだけ細くするように両脇を削っていくと、ということですね、はいはいはい、大変勉強になりました。何かあと聞くことはありますかねいやこれどうするんですか。いやだからそれ、ね、今のお話伺ってやっぱり作っていこうってことですよ ね、うん、ね、我々いつも逃げ道だと表も裏も見れるようにとかってやっちゃうんですけど、うん、だからまあいずれにしても水水が太い、まあ、僕らがその見方というのは、一番早くできる状態、木になる状態で見ますから、はい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 、なるほど、あ、それも違うんですね、はい、プロターマの違いは、まあ、売り物になるわけですよね。そうですよ ね、じっくりじっくり安全見て、まあ、ちょっと臆病なのもあるんですけどね、ですかね、はい、この辺だと見てるのも若干違った、ヒロさんと。私は全然違う。全然違う私はちょっと気を照らしてですね。こっちじゃないんですよ、主力が。はいはい、この天神ですからね。はい、そこが一番。叩きのマッシュルームを。これだったら即針金かけて疑問になる。ああ、今同じことを言ってました。やっぱプロはやっぱ早く仕上げるっていうことを。それはそれで何年か持ってるっていうのはアマチュアの、あ、そうそう、我々そうなんですね、うん、ですこれから生きてる、ここなんです。でこれがね、下行くからね、これをここだけ切って、これでもう十分頭と、これもいらねえから、これをここから先はね、うん、いらない、いらない、じゃないとこれ生きないよ、これは重くっちゃダメなんだ、もう一致してるってことはそういうことなんですよ、そういうことなんでしょうね勉強になりました。勉強になりましたね、はい、でこれは挿絵だわ、これにこう、そんな感じでって、いやもう文人とかなんかっていうのは、細い木は外へ逃げちゃ、楽挿しちゃいけないんですよ、はい、幹へ近づける近づけるっていう気持ちで仕事しないとね、はいはいはい、みんな逃げちゃ逃げちゃいけないんですよ、ね、お二人一致、あ、そう、貴重な、さすが東寺園流の、そうですね、ね、だけど、ね、昼間さんのその謙虚さが偉いわ。あ、いやいやいや、そんなことない。これは勉強なんですよね。自説を曲げないとね、普通言っちゃうんだけど、そこまでね、一つの気持ちをね、豊かにして、他人の意見を聞くってことは、あなたは素晴らしい感性を持ってる。いやいやいや、ありがとうございます。よろしいですか。じゃあ、ちょっと動画締めてください。はい、じゃあ、ということで、はい、今日は大変勉強になりました。勉強、はい、拍手が渡すだけですありがとうございます、はい、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、以上で、以上で、はい、はい
そうですか、動画のご視聴ありがとうございました、はい、盆栽Q ではスポンサークレジットを募集しております、はい、詳しくは概要欄をご覧くださいよろしくお願いします。こんなお得な企画ができたんですか。そんなにお得な企画ができたんですか。広告です。広告です、はい、ぜひお願いします。